これも奪いに行きます長崎。奪った高平入ってくるか、得意のドライブからバスケットカウントです。キャプテン吠える。このシーンドライブが得意な高平が入っていって素晴らしいドリブル見せたんですが、ここはアウトナンバーになっているのは熊本。決まりました、ジャメール・マクリーンの得点です。タイムアウトを取りました。このシーン数的優位を作った熊本、ディフェンスから速い攻撃へとつなげていきました。トップの位置フリーになっている菅澤、さあ速攻になります。タッチダウンパス、これが通って最後ボンズです。いや熊本もこうやって見ると選手がよく戻っていたんですが、ただその選手たちをかいくぐってまだボール持っています。動き回る熊本、最後はウッドベリーか、これが決まってバスケットカウント獲得。まだ高平ボールを持っています。長崎のキャプテンがバスケットカウントを獲得しました。ソーシェリフ奪った、さあ最後榎田が決めました。イージーバスケット、バンクショット狙っていきましたが決まりませんでした。このパスが通ります、面白いパス、通って決めました。ウッドベリーへのパス通ります。コーナーの位置入ってきた、最後はマクリーンです。スピードを持った攻撃で逆転を狙っていきたい。スリーポイント決まる、長崎に迫る熊本。奪った長崎、時間を使う、8秒経たせるか、いやフリーになっていた野口から最後はボンズを選択。点差は11点。熊本最後まで粘りましたが、2位と3位の直接対決はまたしても長崎が勝利を収めました。